ゴーストトリックは2010年6月19日にカプコンから発売された Nintendo DS 用ゲームソフト。英語版タイトルはゴーストトリックファントムデテクティブ。気がついた時私はすでに死んでいた。目の前には見知らぬ女性。そして彼女の命を狙う殺し屋。死んでいるがゆえに彼女が殺されるまで何もできなかった。 私の前に現れた、クネリと名乗る電気スタンド。彼の口から、私が特別な存在であること、死者の力という不思議な能力を持っていることが、語られる。クネリから、死者の力の使い方を教わった、私は、クネリに導かれるまま時間を飛び越え過去のものを動かし、見知らぬ女性の死の運命を逆転させることに、成功する。私は、誰なのか 私は誰に殺されたのか、そして私はなぜ殺されたのか。くねりは告げる。死者の魂が現世に泊まれるのは夜明けまでと。タイムリミットは1日。私は自身を取り巻くすべての謎を解くため、死者の力を使い1日限りの旅に出る。警察関係者刑務所関連的対射全員が外国人であるらしく。 皆ブルーベリーのように真っ青な肌をしている。退場となるケースがあるが、死んではいないとされる。逆転裁判シリーズに登場する人物をモデルにした人物が登場したり、様々な衣装や衝動具等を連想させるものが随所に散りばめられていたり、会話でも逆転裁判シリーズをプレイしたことのある人にはわかる、ネタが仕込まれている。 ありがとうございます。